今回はですね、妖怪ウォッチバスターズ2でレアガシャ7連やりたいと思います。で、普通に回したらですね、大当たりのマスが1個だけとかなので、今回ドリームベッドして大当たりの確率を上げたいと思います。どのコインを使うかなんですけど、レアな地獄コイン行ってみましょう。大当たりが青鬼、黒鬼、赤鬼など。で、ドリームベッド。ヒュードロイドとメダルが使えるんですけど、今回メダルでいきましょう。で、メダルも種類がいくつかありまして、秘宝妖怪メダルを使うと大当たりのマスが結構増えます。スキャン開始。ドリームベッドしました。これでかなり当たる確率アップじゃない？大当たり来るか？そこ！惜しい。あ、戻った、すごい。赤色だったけど、後ろに戻って大当たり。黒に来ました、すごい。S ランクゲッツ。こんなガシャマシンなどぶっ壊して早くバトルに連れていくのじゃ。いいね。S ランクガシャから出てくるのマジ最高。あ、黒鬼さんレジェンド封印妖怪。天空。天空の容器だって。なんすかそれ。罠にかからずスタミナも減りにくくなる。素早さが入る。もう一回地獄コインでヒュードロイドでドリームベッドしてみます。見えるかな？ヒュードロイドのこのボタンを長押しで通信できるみたい。やってみます。通信終わり。今日はヒュードロイドと初めて通信しました。今日だけヒュードロイドの性能レベルがプラス1されます。はい、更新。ははは、は、何マス増えるかですよね。ドリームベッド4つ。ヒュードロイドの場合4つですね。性能がアップしたらもっと増えるとかあんのかな。どうなんでしょうね。大当たり来るか、来るか。あ、来た、すごい。さっき黒鬼出てきたから違う色の鬼が欲しいところ。今度は赤鬼登場。すげえ。秘宝妖怪メダル使ったら間違いないな。これは青鬼も欲しいな。赤鬼さんもレジェンド封印妖怪です。だから赤鬼、青鬼、黒鬼、3種類ともレジェンド封印妖怪かな。もう一回だけ地獄コインいっときます。メダルでドリームベッドで秘宝妖怪メダル。これドリームベッドしないとかなりきついよね。さあ来るか、今度は青鬼さん来るか。いいよ、止まれ止まれよ。来た。これ、あとは何色の鬼が出てくるか。黒鬼か。黒鬼。レジェンドコインやってみましょうか。レジェンドコイン大当たりが青鬼です。これは青鬼に出る確率かなり高いんじゃない？秘宝妖怪メダルでドリームベッド。で、大当たりのマスが5つ追加。期待高まる！レッツゴー！さあどうでしょう？うわ、ちょっと場所良くないかも。場所良くない。赤色のマス、中当たり。ガブニャン、中あたりです。ガブニャンもレジェンド封印妖怪ね。ガブニャン、ガブニャンのメダル、カボチャのイラストありましたね。続いて、めでたいコインでガシャしてみます。椿姫とか犬神が大当たりにラインナップ。これもメダルでドリームベッツ。火の鳥の秘宝妖怪メダル使います。超あたりのマス結構多めですね、これ。いけるかな？ S ランク来るか？カモン、カモン、カモン！
もう一個、もう一個、そこ来ました。 S ランク確定、金色のカプセル、きらめき、きらめき、今日から一緒にきらめき、きらめき、とどめきの色違い妖怪きらめきさんゲットです。きらめきって S ランクだっけ。レジェンド封印妖怪です。はい、次はシャドウコイン使ってみます。大当たりがガシャドクロとか三つ股のづち、ミッチーとか、あと吹雪姫に合成できる髪留めなどがラインナップしてます。メダルでドリームベッド、秘宝妖怪メダル使用、小当たりのマス多め、ボスキャラ来るか、行きましょう。もうその辺で止まってくれ、止まれ、お、止まった。ボスキャラ来るか、奇岩ギア、マジ、あ、そんなんもラインナップしてるんですか。めっちゃ意外。アラナミ、奇岩ギアは装備に使えるのかな、ちょっと後でチェックしてみよう。まあ、映画妖怪ウォッチシャドウサイドオニオンの復活とのコラボメダルですね。スペシャルトレジャーメダルとかでシャドウコインゲットできるんですけど、映画に関連したアイテムゲットできるのか、すごいっすね。本日ラスト、シャドウコインでガシャもう一回だけ回してみます。メダルでドリームベッド、まあ、確かにミッチー映画に出てきたもんな。ガシャドクロって映画出てきたっけ。まあ、出てきたといえば出てきたか。さあ何出るでしょう。大当たり来るか。結構今日大当たりゲットできてますけど、もうちょい、もうちょい、そこ、すごい大当たり確率がすごい。白銀の髪留めゲットです。これで吹雪姫作れるのか、雪女さんと合成ですね。天空、天空、新しい入手順に並べて、ひらめき、ガブニャン、クローニ、赤鬼、クローニゲットできましたね。クローニはランク S でレベル1です。あと奇岩ギアが何なのかちょっとチェックしてみますね。持ち物のところでボックスで、あ、装備にありますね。奇岩ギア、鬼丸が人間をコントロールするために生み出した邪悪な装置、ダメージアッププラス95ということなんで、これ攻撃か防具じゃなくて武器の方ですね。95アップだから、まあぼっちぼっちって感じですね。